島根県が竹島の広報ものを各種 SNS で伝えている中、韓国孫新女子大学のソギョンドク教授は今日、これを批判する広報ものを SNS で発信した。ソ教授はこの日 SNS を通じて島根県が制作した特徴に関する歪曲した広告及び広報ものに対しては、必ずきちんと正さなければならないため、今回パロディ広告を制作し配布すると伝えた。島根県は最近竹島資料室下記企画展示開催中というタイトルの広報ものを、各種 SNS で発信している。該当広報ものには日本海にある竹島では、昔から日本人たちがアシカ漁とアワビの採取をしてきたとして、韓国では物議を醸していた。ソ教授はこれに対抗して、該当広告のタイトルと文章を変えたパロディ広告を SNS で発信した。ソ教授はそのタイトルである竹島資料室下記企画展示開催中を解くとのアシカは日本により殺されました。と取り替え、真実を知らせるとした。また日本海にある竹島では、昔から日本人たちがアシカ漁とアワビの採取をしてきたという文章を日本人はアシカの皮と油のため不法でアシカを残虐に捕獲しましたに取り替えている。ソ教授は今回のパロディ広告は、SNS だけでなく、日本の外務省、内閣官房、防衛省などの政府機関及び茂木敏充外相、加藤勝信官房長官、岸信夫防衛省のツイッターアカウントへも送信したと語った。